オリンピック海岸国立海洋保護区のラッコは1969年、1970年にアラスカから移されたものである。ラッコの保護活動は20世紀初頭に始まった。当時、ラッコは大規模な商業狩猟により絶滅の危機にあった。かつてラッコは北太平洋、すなわち北日本、アラスカ、メキシコにわたって広く分布していた。 1911年までの毛皮目的の狩猟により、ラッコの個体数は人間の手が届かない辺境を中心とした2戦0頭にまで激減した。その後20世紀の間に、ラッコの個体数はロシア極東部、西アラスカ、カリフォルニアの生き残りから増加した。1960年代からは、かつてラッコが生息した地域への人工的移動も進められ、 北アメリカ西海岸に広く分布させることに成功した。その他にも若干だが成功した地域もあり、ラッコ保護活動は海洋生物の保護活動として最も成功した事業の一つと考えられている。ところが近年、ラッコ生息地域として重要な2カ所でラッコの個体数の増加が止まり、あるいは減少が起こっている。アリューシャン列島ではここ数十年間で、 大きく減少している。その原因は不明確であるが、ラッコ頭数の変化は捕食者であるシャチ頭数の増加と傾向が似ている。1990年代、カリフォルニアではアラスカとは別の原因で増加が止まった。ラッコの成獣の伝染病理管理率が高まったためで、ある。カリフォルニアのラッコがなぜ病気にかかりやすいのかは分かっていない。その他、ラッコは 石油流出による汚染にも非常に弱く、その被害も報告されている。国際自然保護連合は、落コを絶滅危惧種に指定している。落コの個体数の増加は、絶滅間際からの回復として、海洋生物の保護として最も成功を収めた事業の一つである。ッコは、北、太平洋沿岸、すなわち北日本、千島列島、カムチャッカ半島東部、 アリューシャン列島、北、アメリカ、メキシコにわたって生息する海洋哺乳類である。動物界の中では最も厚い毛皮を持つ。1741年から1911年の間、毛皮採取を目的としたらこの捕獲が大流行し、この期間に全世界の個体数が1000から2000に激減した。それ以後、先住民による限定的な狩猟を除いて、 商業種量のほとんどが禁止された。ラッコは、ウニ、軟体動物、甲殻類、数種類の魚類を捕食する。ラッコは、その大きさに比べて、活動範囲が狭いため、餌として欠かせない種が存在する。具体的には、ウニ類である。ウニは、海藻の森を食い荒らし、沿岸侵食の原因となっている。ラッコは、生態学的にこれを防ぐ役割を担っており、 さらには、その愛らしさと行動の面白さのため、人々の間で種を保護し、生息範囲を拡大する努力がなされてきた。ただし、ラッコは人間にとっても重要なアワビ、カニ、ハマグリといった魚介類も捕食する。そのため、漁業団体、レクレーション団体、海岸で自給する人々から、ラッコ保護活動に対する反対運動が起こることもあり、漁師の中には法を犯して、 ラッコを殺すこともあった。ラッコの分布地域は現在のところ不連続である。オレゴン州や北、カリフォルニアなどの地域には生息していない。メキシコや北日本ではしばしば目撃されるようになってきている。ラッコは人工飼育が可能なため40以上の公共水族館や動物園で人気を集めている。ラッコは保温のため 毛皮を清潔に保たなければならない。石油流出による汚染があると、毛づくろいの時に油を吸ってしまう。IUCN は、ラッコにとって大きく、脅威となるのは、石油汚染射地による、捕食、密漁、漁業の影響であると分析している。漁具に巻き込まれると、溺れることもある。たとえ悪意がなくても、人が近くから観察することがストレスとなることもある。 ラッコにとって最も大きな脅威は、石油流出である。ラッコは体温を毛皮で保っている。毛皮が油で濡れると、毛の間の空気が抜けてしまうので、低体温症になって死んでしまう。毛づくろいをしたり海水を飲んだりした際に体内に、油が吸収されると、肝臓、腎臓、肺も損傷を受ける。ラッコの行動範囲は狭いため、カリフォルニア、ワシントン、 ブリティッシュコロンビア州などで大きな石油流出事故が発生すると壊滅的な被害をもたらす。これらの地域での石油流出防止とラッコ救済の準備をすることがラッコの個体数や生息範囲を増やすのに非常に重要である。海洋保護地域は不法投棄や石油採掘が禁止されているためラッコの良好な生息地となっている。 モントレー湾国立動物保護地区には1200以上、オリンピック海岸国立海洋保護区には500以上が生息している。関連地図1カムチャッカ半島、2アムチトカ島、3プリンスウィリアム湾、4バンクーバー島、5ビッグサー19世紀より以前、シ島列島には2万の2万5千頭のラッコが住み、カムチャッカ半島やコマンドルスキー諸島にも多く住んでいた。 大いなる資料以後は、この地域に住むラッコは、わずか750頭となっていた。2004年現在、かつての生息地全域で、ラッコが見られるようになり、2万7千頭にまでなった。このうち、約1万9千頭が、千島列島に住み、2000から3500頭が、カムチャッカ半島に、5000から5500頭が、コマンドルスキー諸島に住んでいる。ここに来て、 増加はわずかに遅くなり、ほぼ環境収容力に達したものとみられる。ロシアでのラッコ生息数の復活成功は、広範囲かつ長期間の保護によるものであり、島からの人間の移住が大きく影響している。1930年代、アラスカのアリューシャン列島とプリンスウィリアム湾のあたりに、ラッコの生息地に適した土地が発見された。アムチトカ島のラッコ生息地は、近緑区に指定され、 個体数が増加した。1960年代半ば、アムチトカ島は核実験に使用され、ラッコを数多く殺すことになった。1968年、アメリカ原子力委員会は大規模核実験を前にして、数百頭の動物を他の場所に移すことを決めた。それを受けて1960年代、ラッコは700頭が移され、 その経験から科学者たちは動物を安全によそに移す方法を学んだ。1973年、アラスカのラッコ頭数は10万から12万5000頭に上ると推定されている。ラッコの豊かな毛皮のせいで、かつては大規模な狩猟の的となり、今は油流出の被害を受けやすくなっている。ここ数十年で、西アラスカアリューシャン諸島のラッコ頭数は急落している。 1980年代、この地域に住むラッコは5万5千から10万頭いたが、2000年には6千頭にまで減った。この理由として反論も多いが、シャチによる捕食によるものとする説がある。この説を裏付ける証拠としては、周囲の状況がある。まず、頭数が減少するような病気や飢えが発生していた、形跡がない。そして、減少が大きかったのは、シャチが、 たびたび観察される地域であり、型のようにシャチがいないところでは、減少が少なかった。アラスカに生息するシャチの種の中には、海洋哺乳類を好んで食べる種類がある。そのようなシャチは、アザラシ、アシカ、小型のクジラ、コククジラの子供などを食べる。ラッコは小型で毛が多いので、シャチにとってあまり魅力がない餌だが、クジラに比べてシャチの頭数が多いことが、 何千ものラッコがシャチに捕食されたことの証拠の一つに挙げられる。シーケンシャルメガホナコラプスと呼ばれる理論によると、シャチがラッコの捕食を始めたのは、かつて餌としていた動物が減ってしまったことによる。つまりこの理論では、大型クジラが1960年代の商業捕鯨で減少してしまい、そのためシャチはゼニ型アザラシや、 とどの捕食を始めたために1970年代から1980年代には、それらも減少し、ついにはより小型の動物が、シャチの餌となってしまった、と説明する。ただし、ラッコの減少が、シャチの捕食によるものかどうかの結論は出ておらず、直接それを証明する証拠は出ていない。エクソンバルディーズ号原油流出事故により、油の厚い膜が、プリンスウィリアム湾を覆った。 1989年のエクソンバルディーズ号原油流出事故により、プリンスウィリアム湾のラッコは壊滅的な打撃を受けた。油にもみれた1000頭ものラッコの死骸が見つかっており、実際の被害はこの何倍にも上るとみられている。2000頭から6000頭が死亡したとみられている。それでも、350頭ほどは救出され、5ヶ月ほどの間リハビリを受けている。 精神安定の治療を受け、毛皮を洗い、手入れを受けた。油を飲んだラッコに対しては、活性炭が投与された。もっとも、手当を受けた350頭のうち助かったのは200頭ほどであり、多くは離された後に死んでしまっている。この事故で救われたラッコの数は少なかったが、油の被害にあったラッコの治療法が進歩したのが、せめてもの救いである。 エクソンバルディーズ号原油流出信託評議会による2006年の報告書によると、ラッコはこの事故の影響を未だに受けている種の一つとされている。2006年現在、アラスカには7万3000頭のラッコがいると見られている。2005年夏、アメリカの絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により、ラッコは西南アラスカ地域個体群のうちの 絶滅危惧種に認定されている。一年以上後、アリゾナに本拠を置く生物多様性センターは、米国魚類野生生物局に対し、同局が絶滅危惧種法に定められた生息地の保護を行わなかったとして、訴訟を起こしている1969年から1972年にかけて89頭のラッコが流されて、あるいは運ばれて、カナダブリティッシュコロンビア州のバンクーバー、 島西海岸に来ていた。それが順調に増えて、あるいは人間の保護を受けて2004年には3000頭以上となり生息地も同等のトフィーノからケープスコット州立公園にまで広がっている。しかしながら、ラッコを人工的に保護することについてカナダの先住民族であるファーストネーションの意見を調べていなかった。人工的に移されたラッコは生態系を かつての姿に改善した。しかし、ラッコが甲殻類やウニを捕食したため、地元の先住民族は、ラッコの復活をよく思わなかった。1989年、ブリティッシュコロンビア海岸の中央部に、ラッコの生息地域が発見された。2004年に300頭が確認されている。この生息地域は、他の生息地域とは孤立しており、ここに住むラッコが、 人工移植したラッコが流れ済んだものなのか、あるいはかつての狩猟の生き残りであるのかは、よくわかっていない。ラッコはカナダでは絶滅危惧種法で保護されている。ただし2007年4月、カナダ野生動物絶滅危惧種の現況委員会は、この地域でのラッコの繁殖力が強いことを考慮して、サラ法の中での位置づけを、絶滅危惧種から特別懸念種に格下げした。 1969年と1970年に59頭のラッコがアムチトカ島からワシントン州に移され、2000年には504頭、2004年には743頭が確認されている。同州は1981年、ラッコを絶滅危惧種に指定している。1970年代、93頭のラッコがオレゴン州の海岸に移されたが、 1980年代初頭にはいなくなっている。逃げたのか死んだのかは分かっていない。年とともに広がるカリフォルニアラッコの生息地域、カリフォルニアはカリフォルニアラッコがある程度まとまって生息する唯一の地域である。1938年望遠鏡のテストをしていた人がカリフォルニアビッグサーに50頭ほどのラッコの群れがいることに気づいた。このラッコは 環境保護を受けたため、周辺で繁殖した。もっとも、他の地区と比べると繁殖速度は遅く、同海域のカリフォルニアアシカやゼニガタアザラシと比べても遅い。1914年から1984年にかけての平均増加率はわずか5%ほどであり、1990年代になると増加は止まり、減少の傾向も見られる。 カリフォルニアラッコは1977年、絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律の絶滅危惧種に指定された。2007年春の調査によると、カリフォルニアに住むラッコは3000をわずかに超えており、今でも増加傾向にあるが、大規模狩料前の1万6000頭には達していない。それでも3年以上の間3090頭が連続して確認されているため、 今ではこの足は絶滅危惧種から外されているラッコの繁殖は魚介類の減少原因となる。1980年代初め、米国魚類野生生物局はメキシコとの国境付近のコンセプション岬にラッコ不在海域を設けてこの矛盾を解消しようと試みた。すなわちラッコ繁殖地をサンニコラス島に限定し、ここから離れたところに ラッコがいた場合はここに連れ戻すというものである。しかし、ラッコ不在海域に現れるラッコが何百といたため、この政策は今では断念されている。モントレー湾水族館によると、保護した子供のラッコを自然に返した1年後の生存率は、人に育てられた場合は約10%、2001年から始めたメスラッコに託す場合は約3分の2。 カリフォルニアラッコの減少問題はまだ終わったわけではない。カリフォルニアにおけるラッコの出生率は他の地域よりも遅いわけではないのに、ラッコの数が増えないのはその死亡率が高いためである。異常なまでに高い死亡率には成獣も含まれており、とりわけメスが多いことが報告されている。死因のトップは病気であり、ついで水質汚染。 魚毛に捕らえられての歴史であるとされる。カリフォルニアでは最近、繁殖年齢のラッコの死亡率が高い。死んだラッコの死骸のほとんどは海中に沈んでしまうが、海岸に打ち上げられた死体を解剖して死因が調べられている。その死因は、原生生物による農園、ハリカシラ動物の寄生、サメによる捕食、心臓病である。病死は63.8%に上り、 そのほとんどは寄生虫による。特に、トキソプラズマ農園に感染している個体が多く、心臓病で死んだものの中にも、その原因がトキソプラズマによるものである可能性がある。また、サメに襲われやすくなったのも、トキソプラズマ農園による異常行動が原因である可能性もある。ある研究によると、生きているラッコも42%がトキソプラズマが感染しているとされる。 トキソプラズマ感染はラッコにとって致命的となることが多く、野良猫や飼い猫から感染することが多い。すなわち猫の排泄物中のトキソプラズマが排水を通じて海に流れ込み、ラッコに感染する。カリフォルニアのラッコの死因の多くが病死であるのは明らかだが、なぜ彼らが他の地域よりも病気にかかりやすいのかはわかっていない。いわゆるボトルネック効果により、 遺伝的多様性が失われたからとする説もある。ありがとうございます。